はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビージです。今回はですね、新ギレンの野望、上昇ということで、介入ポイントというね、ポイント稼ぎをして、そのポイントを使って、イフシナリオを楽しむということができるので、そのポイント稼ぎを一つ、ちょっとね、やっていこうかなというふうに思います。で、上昇ということで、この後本格的にプレイをしていこうかなと思うんですが、まずは今言った、ポイント稼ぎをやっていくということで、選択するシナリオはですね、一年戦争編のシャア・アズナブル編です。一応大きくシナリオとしては、一年戦争編と逆シャア編と二つに分かれてるんですが、今回は一年戦争編のシャア・アズナブル編です。すでにイージー、ノーマル、ベリーハードとクリアしてあるんですけど、なんでこんなことをしているかというと、各難易度で、それぞれポイントがもらえるので、全部クリアすれば全部のポイントがもらえると。当然、ベリーハードの方がポイントは高いということです。で、今回はこのシャア・アズナブル編で、すごく簡単にというか、運もかなりあるんですけど、早くポイントを稼ぐことができる史実エンドを目指していきます。では、難易度は残っているハードです。基本的には、イージー、ノーマル、ベリーハード、すべて同じ手順でできると思います。で、これがポイントですね。今16万8000ポイント貯めてるんですけど、もうちょっと欲しいなというところで、一応ね、ユニコーンからフルフロンタルとかもね、登場します。スペック的にはこんな感じですね。シナンジュ。あと、ハマーンとかもいます。ニュータイプ能力だけ見ると、やっぱりハマーンの方がフロンタルより強いですね。というのはあるんですが、今回はもう単純に史実エンド、最速で目指していくので、これで終わりでいいです。はい。ということで、目的、ガルマ大佐の部隊と合流。北米大陸は地球方面軍司令、ガルマ大佐の ガルマ大佐の勢力圏です。ガルマ大佐の部隊と合流して、連邦軍の V 作戦を阻止してください。コメで、次のターンからガルマ大佐の地上軍が攻撃を開始。V 作戦の兵器は強力。無理せず、地上軍と連携し、作戦を遂行してください。ということで、画面の右下にはガウ攻撃空母が見えてますね。では早速行きましょう。今回は冒頭お話したように、史実エンド最速で狙っていくので、まずは、このドレンのコムサイ、中に入っているのがシャアですね。これを、まずは逃がします。
シャアの能力はちなみにこんな感じですね。指揮力60、求心力60は元より射撃59、格闘64。まあ、最強クラスですね、やっぱり。まずは、シャアを逃がします。で、ドレンのコムサイも逃がします。で、ここに、木馬、ホワイトベースがいますね。で、ターンを送ります。で、今出てきたのがガルマの乗ってる攻撃空母、ガウですね。それに、マゼラドップ、ドップ、そのあたりが、出撃してきてますね。はい。続いて、ガルマ大佐の支援。ガルマ大佐に協力し、北米大陸に侵入した V 作戦の兵器軍を迎撃してください。V 作戦の兵器軍は、新造戦艦と複数の新型モビルスーツで構成されています。勝利条件は V 作戦の兵器軍撃破。敗北条件は10ターン経過、もしくはシャア少佐の戦死となります。で、10ターン経過すると木馬は制空権を抜け、目的達成は不可能。ということですね。これ厳密には、地球方面軍司令ってガルマでいいんですかね？それとも、マクベなのか？ものによって微妙に違いますよね、設定が。マクベがそもそも大佐のものもあれば、中将のものもある。まあ、中将のもの、少将かな？中将かな？ガンダムジオリジンの方は、少将になってましたよね。少将か中将。で、オリジナルの方は、普通に、大佐かなんかになってたと思うんで、まあ、それの設定によってもね、ガルマが、同じ大佐階級なのか、それとも、オリジンのように中将体重であれば、中将の、マクベの方が上っていうね。まあ、設定が少しものによって、作品によって変わるっていうのはあるかなと思います。ここでいきなりガルマが死にましたが、この時点ではガルマ不死身なんで、再び出撃していきます。で、とにかくガルマを殺させる必要があるんですけど、イベントとしてガルマを見殺しにするかどうかという選択肢があるので、そこまでまずね、持っていかなきゃいけないというのがあります。なので、その条件が、いくつかの部隊を、まあ、木馬、ホワイトベース隊に撃破させるというのがあるので、今、戦場に出ている部隊がその生贄になってもらいます。なので、生贄以外が攻撃を受けるとその分、ホワイトベースが消耗するので、見殺し作戦ですね。もう絡まない。一切。ガルマには関わらないというね、姿勢を見せていきましょう。こんな感じで。ニューヨーク、キャリフォルニアにいる各部隊は、全員ガルマの見殺しに入ります。そもそも教えてくれなかったのか。
さて、モビルスーツの捕獲作戦が始まりました。まあ、ホワイトベースを先に撃破すれば、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクの捕獲ができるという内容ですね。早ければここで、見殺しイベント発生させられるんですが、ちょっと今回はうまくいかなかったですね。とはいえまだ諦めるには早いので、このまま進めていきましょう。ちなみに今、シャアは、部隊司令みたいな形になってるんで、命令を自分の部隊以外の、モビルスーツなり、なんなりにやるときは、発言力を使って、まあ、上から押さえつけるというやり方をやらなきゃいけないので、今発言力をね、地味に消耗してる状態です。さあ、これでいいかな。あとはこれ、ドップだよね。ドップは、どうする？攻撃仕掛けるか。一応ね、ここ、街にいると、体力が回復してしまうので、ガルマの回復されるとちょっと厄介なんですが、まだ、4機以上5機かな、破壊させるっていう、その、ミッションが、完了してないので、まずは攻撃させましょう。もう今のでガウ。ガルマのガウ。瀕死なんで多分死ぬでしょ、これで。これで死んだね。いやー、ちょっとまずいな。普通に戦線に復帰してきたけど、また。発生しましたね。さあ、これで、見殺しイベントが発生しました。父である、ジョンズム大工の地位を散奪したザビ家に復讐する好機が訪れました。木馬に苦戦するガルマッツザビを見殺しにすれば、怪しまれることなく復讐を果たすことができます。さあ、これで見殺しイベント発生したので、この時点で、ガルマが死ねば終わりです。なので、そうなるようにちょっと仕向けましょう。もう絶対条件は、他の、これらの、モビルスーツ隊は、全員、見殺しにかかるという、そこですね。で、基地にも、いるっちゃいるんで、彼らも、一応全部、命令して、動けないようにしときましょう。念には念をで、このあたりも、もうね、南極まで見殺しにかかると。どこまで行くんだいっていうぐらいね、太平洋も横断しにかかってますけど。で、部隊的には、ヒルドルプを、出撃させて駐留するっていうね。何これっていう感じだと思うんですけど、これが一番間違いないです。こっちも部隊が増えちゃってるので、命令させてね、という状態にしたら、出撃したらすぐに基地に戻る。これで OK かな。で、あとはガウが死んでくれれば OK ですね。
構かわしたな。マジか。全然かわしたな。いや、想定外だな。今ので沈む予定だったんですけど。これ回復しちゃうんですよね。街にいるんで、ガルマが。いやー、やられた。これは完全にやられたぞ。またちょっとめんどくさいことになるな。ニムバス、ノリスは命令できないので、自分より階級が上なので。うわ。クラハモンとかも出てきてんのね。つかみんな乗せすぎだろう、パイロット。いやー、やられたな、本当に。ちょっとこれは、失敗する可能性が出てきたぞ。という感じで、ちょっと投げやりな感じになりました、もう。これでガルマが次のターンで死なないと、もう実質不稼働ですね。まあ、ホワイトベース隊がみんなガルマを狙ってくれれば、ガルマは死ぬと思うんですけど、ホワイトベースがノリス狙っちゃったもんな。お、でも落ちてくれた。OK ですね。さすがガンダム。自分より階級の上、同じ階級もダメだったかな、になると命令ができないんですよね、そもそも。はい。というわけで、これが史実エンドになります。if では、ガルマを見殺しにせず、そのままね、続けていくということもできるという内容で、今ね、ご覧のような形で、とにかくポイント稼ぎというのを、裏でこそこそロケ案を兼ねてやってますので、まあ、近日中にね、なんか新しい、プレイをね、まあ、何かしらのコンセプトを持ってやっていきたいというふうに思いますので、その時はぜひぜひ、お付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。